長嶋愛美、21イコール立党、高橋康、が6日の小倉さんレース、3歳未勝利、ダート1000メートル、で吉野家タルデーに騎乗し、直線内から抜け出して勝利。JRA 通算100勝のメモリアル V を9番人気、単勝47、3倍の伏兵で決めた。女性騎手の JRA 通算 100V は藤田七子に次いで2人目の記録。 2016年3月5日デビューから約4年2か月2150戦目で100勝に到達した7子に対し長島は2021年3月6日デビューから3年4か月1688戦目での達成先輩を上回るスピードでのメモリアルとなったデビュー3年目だった昨年でキャリアハイとなる JRA 年間50勝を勝ち取り 今年は6月の G3 マーメイド S アリスベリテで重賞初制覇した長島着々と進化を続けておりまだまだ快進撃が続きそう明日7日は自身が名付け親となり攻め馬でも軽快な動きを見せているシンバ小倉ロック R のスリールミニョン仏語で可愛いい笑顔の意味に騎乗する